へいよー、ケンズメッシーです。そして、やっちゃうよ。あ、江口拓也です。あれ、ちょ、来季におこぼれがいっちゃう。すいません、本当に。申し訳ないです。あれ、声優の江口拓也さんです。あ、声優の江口拓也です。いや、もうやばいっすわ。すいません。声優の江口拓也さんですかっていう席も、俺がはける日があるとは思ってなかったんで。ということで、はい、ケンズメッシー江口拓也さんコラボ、はい、第2弾。いや、前回はですね、はい、江口さんの愛するエゲジャイデッキをレクチャーしてたんですけども、はいはい、まあ、前回触れた通り、はい、今回はね、流行りの環境デッキ、うわ、まあ、待ってました。バランス調整きましたから、もう本当に今回のバランス調整で、うん、どういうデッキを使えば、まあ、環境、はい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 、やっぱ混乱してます。確かにまだ、うんうん、そこで今ケンズメッシの一押しである、はい、高回転ルイホグデッキ、はいはい、を今回は教えていこうと思います。いやー、これね、やっぱりね、はい、環境に適していって、はい、トロぶち上げるっていう、気持ちいいですよね。もうバチバチに気持ちいいんですけど、先ほども動画外でね、ゴブドリ出た時やばかった脳汁出まくりでしたね。ゴブドリドリーム掴みに行きましたいやもう本当にそれで最低いきましたやっぱね、強いカードでトロぶち上げるのはね、うん、あ、俺やっぱ課金できてよかったなみたいな分かなりますけどね、はい、じゃあ、はい、そういうことでね、今回もちょっと家にね、はい、江口さんが遊びに来てくださっているといったところで、はい、横でね、ロイホグ、いやもう教えていこうと思います、はい、じゃあまずお手並み拝見、はい、お願いします。お願いします。それガチでやりますからね。いやもうほんとガチデッキだから、はい、マジで。よっしゃ、よろしく。高回転使ったことありますか？高回転、お、ちょっとねまだねあのね、江口さん相手いきなりバレル飛ばしてきますね。びっくりバレルやめろよびっくりするから。確かに。いやマジでね、この流し方がね、まずね、まだね慣れてないんでね。相手枯渇ですね。はいはい。あー、これは枯渇か、枯渇だね。はい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 。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、エリア溢れてる、エリア溢れてるよ、エリが溢れてるよ。頑張れボンバー、いて、ボンバー、いけ、そこ、オッケー。これクエイク、あ、来た、やばい、ちょっと待って、これまだね、これまだ、オッケー、おーい、ザッパー、いいよ、ホグバレルっすね、相手、はいはいはい、おら、いけ、ファイボ持ってない、お願い、お、おしおしおし、来て、わー、はい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 、あ、いくね、スケね、枯渇寄せてますね、スケ部があるということで。まあ、でもデリバリーとウッドがあるんで、うんうん、はいはい、まあ、はい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 、まあ、なんかプリンセスとね、ゴブリンバレル両方に対応できる。いやそうなんだ、ね、でクエイクに、うん、テスラにクエイクもあるんで、うん、江口さんこれ神相性です。おいやめろよこれ負けてるの見たことありません。いややめろよちょっと待てよはいはい、ちょっと、あ、でもこれす、あー、おい、あ、相手うまい、何やってくれてんだよ。江口さんの手札のデリバリー泣いてます今。いやもう出して、僕いつですかっつってほら、おいいっすね、クエイクで削り意識高め、はいはい、これでちょっと、はい、一匹ねセパしておしゃれさを出して、ほらほらほら、お、分かってんだよみかん坊やさん出ましたね。分かってんだよおいファンボすぎるマジであ、来た来た、ちょっと待って、分かってんだよ、やるとやっぱりね、一回気の弓がね。いやそうなのよそこで分かっちゃうとダメなんだよね。だから相手もそれを多分使わせたんだね。確かに確かに、とね、いや誘ってきましたね、さっきのは。そうマジプ、お、ちょっと待って、来ないで、来ないでよ、届かない、はいはいはい、よ、はい、し、相手ルイフグクイク、ほら吐き消してますよ、ほらほら、お、あ、いい、お、いい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 、めっちゃいい、めっちゃいい。いや、ここで使いたいのよ、使いたいのよ。ホグさえめっちゃ頑張って守れれば大丈夫です。そうね、ホグだね、いい、できればいい、オッケー。ほら、ハンター、あ、出す位置間違えた。まあ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 、カウンターで全部いきましょう。クエイクってウッドまでいっちゃいましょう。オッケー、ウッド、これ絶対スケブくるんで、分かってんだよ。7 6 5 4 3 2 1。おい、ほんとだよ、俺が嫌なやつみたいになってるじゃないですか江口さん、これ負けてる人見たことないっすけど、振りが効いてんのよいや、むずいね。ちょっとリプレイ貼ってください。いや、これね、これ教えてほしいわ、はい、マジで。あの
やっぱね、使いあんま使ったことないと、うん、分からないもんですね。そう、まず立ち回りがね、はい、全然理解してないのよ。これまずデッキ見てください、うん、はい、これではですね、うん、デリバリーをゴブリンバレル、あー、はい、ホグライダーにハンターってです、うん、でプリンセスにローリングッド、はいはい、で攻めるときにクエイクを打って、うん、まあ、テスラとギャングとか、うん、でどっかでこれスケルトン部隊倒したいんで、そうね、ウッドを攻めで使う必要があると。なるほど、プリンなのでボンバーとかエレスピとかスケルトンでゴブリンバレルを一回守って、うん、デリバリーを温存する必要があるみたいな、なるほどね、感じですね。まあ、それを踏まえた上で見ていきましょう。今回デリバリー全然使わなかったもんな。どうでしょうか、そのなんかやってみた感じ。いや、やっぱりこれね、はい、バレル？これエレスピっすね、もうエレスピ。あ、ここはエレスピか。チュインチュインチュインっつって。はいはいはい。でもバレル来た瞬間に、うんうん、あ、はいはいはい。もうさっき俺が言ったことをもう頭に書きます、うん。はいはいはい。デリバリーとウッドで守りはできるから、うん、どっかで攻めウッド打たないといけないなみたいな、はいはいはい。この今のハンター流しっていうのが、はい、正解？あ、もう正解です正解です。はい、もう全然出しちゃっていいです。そう、結構ね迷うんだよね、このデッキ、はいはい、何で流すか。これもあれですね、手札あのクエイクあったらもうガンガン打っちゃっていいですね。ああ、なるほどね。ただここはいい感じに守れて、ここのロイフォグも確か完璧ですね、はい、そう、ここでね、でクエイクを構えておくの大事ですね、これ。ああ、そっか。そしたらここで打てば1回でズンってスケブ飛ぶんで。そっか、今だね、はい、でここデリバリーとかで、まあ、LSP でも全然、うんうん、大丈夫です。でこれはウッドを構えといて離すわけですね。で、ここもデリバリーの方がいいんですよね。なるほど、プリンセスに対して使えるんで。そっか、やっぱこの敵陣のちょっと中途半端な位置にいるプリンセス、うん、はいはい、だるいんで。だるいね。そこに対して持っていけたらいいかなっていう、うん、これね、これもまあハンター当ててもいいのかなっていう、はいはいはい、かデリバリーですね。ここ、じゃあこれホグライダー守れないんですよ、この手札だと。そうよね、ウッドを使っちゃうことになっちゃうんで、はいはいはい、でこの手札になると結構守備で、ここはクエイクはナイス打ちで、うんうんうん、ロイフォグいいですね。でウッドもこれもう完璧です、はいはい、ここすごいですね、ここね、はい、これやっぱりやってやろうっていう気持ちがあったけど、この後ねこのデリバリー構えとくと、あー、そうだね、はい、でやっぱ LSP の方がスケルトンよりも優秀なんで、そうね、ゴブリンバレルに対しては相手のカードにこうこれにはこれを合わせるみたいなのを、うんうん、やっぱ持っとくだけで、うんうん、手札の回し方が変わってくるかなっていう、はい、ここ迷ったね。ここも LSP 出してデリバリーとかで前を抑えて、そうですね、でここはもうロイホグ行くタイミングなんで、うん、固め出ししてクエイク打って、ここウッドまで行ってもいいかもしれない、はい、実は、ね、もうスケブしかない。そうね、はい、そしたらまあ折れてはいたんで、確かに1-1交換できたのかなっていう、ここやな。でデリバリーがいい感じに刺さってハンター出して、ここちょっとズゲちゃいましたもんね。そう、ここ正面に行こうとしてズゲた瞬間守れないんで、はい、ロイフグ飛ばしてクエイクウッドでいいかもしれない。あ、なるほど、一応、まあ、これは結構まあでも使い投げてないというか、うんうんうん、まあ仕方ないです結構はいはいはい、相手のスケブコの待ちもうまかったですし、そうね、待ってたね、はい、いやらしい盛大な振りがね、まあまあここから、そうね、教えてどうなるかですか。いやもう本当に、はい、頑張っていきましょう。いや勝ちてー、このデッキで。さあでは先生、はい、任せください、見せてくださいよ。このデッキは本当に強いです新環境で触って、うん、パワーを感じましたもん。なるほどね、はい、デッキパワーね。さてさてこれですね、はい、よし、じゃあ参ります。お願いします。このデッキ 2.6 コストなんです、平均コストが。確かに、はい、なので回転がすごい大事。おい、はいはいはい、そこを意識した上でいきます。ちょっと、はい、勝ちたいなこの間ペッカラムにね乗されちゃったから本当に、はい、そうだよね、悔しかったんだよな。これペッカな、ペッカラムな、エゲシャイデーは結構発狂してましたからねこれスケルトンここら辺から出すのは結構ね今のトレンドです。これハシマイプリンセスとかウォールブレイカースプレートに強いんで、うん、なるほど。でボンバーはもう2コストなんで、うんうん、これも後ろからガンガン切っちゃって大丈夫です、うん、待ってますね。デッキを確認してハンター出して、はい、まあ、まずはここはこう相手のユニットに対して有利なものを合わせていく、うんうんうん、でメガゴなんで大型かなと。大型よね。一回挨拶がてらに、はい、あ、挨拶でクエイクを構えとくですね絶対、はい、
構えるっていうのがね、トルネで近畿だ、トルネね。ってことはスケラか、うん、ゴレかエレージャイあたり。でも近畿とされちゃったんでエレスピアもガンガン切っちゃって、こんな感じでも、ああはいはい、打ちます。ゴレですね。これはハンターを2周回したいんで、ああなるほどね、一番最初に切ります、ボンバーより先に。はあ、2周目を意識で相手の切ったカードを考えて、トルネを扱ってるんで、うん、デリバリーで一応延命、うーん、でもしかしたらライトニングかもしれないんで、はいはい、これでハンター回ってきます。今はあ早い、高回転や、はいはい、よいしょ、いいいい、打て、ナイス、はいはい、まあ、ここはちょっと痛いですが目をつぶりましょう、はいはい、おお、やっぱこうやって綺麗にいけるんだな。ハンター2周回す理由としては、うん、1匹目にライトニングを打たせたいんですね。なるほどね、相手の呪文が分かんないんで、うんうんうん、っていう部分ですね。でここ今回相手トルネード今攻めで使った後なので、はい、ロイヤルホグを固め出しして、はい、LSP まで行って食い込めます。なるほど、はいはいはい、で刺さっていきますね。あ、刺さりますね。でこれはボンバーで回収ですね。ボンバー出してこれダクプリとかプリン、バルティをここの位置につけると出すと2回受けれるんで、出た2回受け、でもう1回ハンターですね。はあ、すかさずハンターですね。今回デビドラを分離させたいんで、うん、こっち1回攻めます。なるほど、でハンター回るんですよこれで実は。はあ、すげえ。でボンバーも出しつつで、相手メガゴとかしかいないんで、多分メガゴでこう処理したそう。はいはいはい、もうすごいな、もうこので右は許容です。ああ、許容なんだね。でウッド使ってあげて、高めハンターで一応ユニットの事故だけ減らしてあげて、はい、縦線増えたな。で守れますね。うわー、すげー。この瞬間に攻めます。きたー。でダクプリとか来るんで、これウッドで今度はノックバックでダメージをねじ込む感じで。なるほどね。でこれクエク2周圏内入ってるんですよ。やば。なんであと時間的にゴレはもう速攻性がないんで、うん、もうなんか削ってあげて、もう C へのカウントなんです。やばい。一応なんかこっちの右側も行っちゃおうかなみたいな。はいはいはい、来るぞと。ウッドでこれも勝ちですね。うわー、きたー。なんならこのままもう守ることもできるしみたいな。ゴレにも勝てんの、はい、これがね、江口さん、高回転です。すげえ、やっぱ2周目意識ね。はい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 、今のも、うん、そうですね、こう相手のデッキこんな感じだったんですけど、うん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 、まあ、ハンター出して、うん、ライトニングハンターにダーンって打ったところで、うんうん、4コストに2コスト、うんうん、そうね。でアゾドが取れるようにもう1枚ハンター回ってるんで、はあ、ハンター使って逆攻めて、もう攻めと守りを同時に行う。なるほど、それだよな。でこれがそのボンバーから先に切っちゃったりすると、うんうんうん、ボンバー2周回ったところでどの道ゴリに押されちゃうみたいな。そうだよな。そういう部分で、あとは、まあ、今のだとデリバリーをしっかりクッションに使うとか、うん、LSP をしっかりと飛ばすとか、そうね、うん、なんかそういう部分の、一応こっちがアースクエイク単体で打った後にゴレ出されてるんで、確かに確かに3アド取られてる状態から守ったんですね。なんで結構いい守りだよね、はい、余裕あったのかなっていう部分で。いや、ちょっとやっぱり職人の仕事を感じたね。本当ですか。うん、もう一戦せっかくなんでいきますね。はいはい、お願いします。このデッキちょっと難しいんで。いや、マジむずいんだよ。なんか見てる分には、はい、おお、めちゃくちゃ気持ちいいって思うけど、いや、そうなんですよね。いざ自分で使うとやっぱりその仕事、はい、うん、細かな仕事っていうのがやっぱ必要になってくるなって思うね。そうなんですよね。これなんで何を2周回すかっていうのを相手のデッキによって決める必要があるんですね、うん、これロイジャイかな、わかんないな。でもこれ1回攻めます。はい、あ、なるほどね。で手札が詰まったらクエイクで大丈夫です、うん、相手頑張って。あ、相棒で、こういうメガゴとかは1コスト系で完封できるので、あー、なるほどね、はい、守ってあげる。でこういう手札になったら、うん、まあローリングと、おー、ハンター出した瞬間逆性ロイジャイとか来ると、確かにな、そうだ、悲しい気持ちになっちゃうんでこれで実はこれハンター2周ですね。わー、でファイヤーボールさっき使ってくれたんで、はいはい、あ、もう一回使わせに行きたいですね。ね、回してから、はい、今回は使ってこなかった。向こうもハンター入ってる。これあのトリトンいるかもしれないんで。あ、やば。もうただ早いよね。あー、うまい。あー、はい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 。これ右無視します。あ、右は無視。ここはねちょっとミスは許容で償うみたいな。なるほどなるほど。偉人の言葉があるんで。でまあこれ一応ダメージをするか。今回ロイジェイですね。はいはい、はい。ロイジェイって気をつけることは、うん、何だと思いますか。
ロイジャイ相手に気をつけることは、はい、ロイジャイの後ろのトリトン。はい、その通りです、はい、なんでデリバリー早めっすね。あ、さっきちょっと遅かったんです。あれしっかりトリトンの竹取れてたらファインプレーもファインプレーです。なるほどね。エレスピとかでちょっとこうやっといて、はいはいはい、しっかりと、はい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 、一応ね、多分これ5ってか保険の、いやー両サイドいきます。はいはい、ファイブをどっちに打つんやと迷わせると、はい、このちょっとがね強いんだよね。でこうやって出てきたトリトンもこれスケルトンだけで完封できるんで、いやこれちょっと上手いな、相手が来てるね。こういうちょっと距離があるときはウッドとか使って、あーはいはいはい、はいはい、なんとか守ってあげると。今までロイジャイにハンター入ってたっけ。ロイジェイに入ってなかったんですけど、うん、流行りましたね。やっぱそうよね、はい、しっかりトリトンだけはケアしといてあげて、あ、はい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 、でウッド使ったんでウッド5打てない限りはハンター突破できないんで、ここファイアーボール使わせて、で、でも多分もう一回トリトンらへん出してきたらいいんかな。うまいの相手来てますね。とりあえず同サイドに当てつつ、はいはい、いやあ、攻防戦始まってるよ。ハンターいい勝負するな。しっかりとトリトンで、あのスケルトンで。スケね。ちゃんと言ってるもんな。はいはいはい。ああなるほど。ちょっとダメージリードがちょっとずつ逆転してて、ここファイアボール打たせたいんでロイホグ。いやー打たせたいっていうところなんだな。スケルトンしっかり使って、いやなんとか守る、守ってんね。でここ攻めちゃうと敗北で全部回収されちゃうんで、ちょっと待ちます。なるほどね。いやー行きたくなるけどな、はい、うわちゃんと回ってるんだよな。相手のファイアーボール打たれる前に守ります。すげえ、まあ、ロイジャーちょっと加工されたんだね、うん、なるほどね。逆転しとるよ。ボンバーもセミに使ってきます。やばい、すげー。はい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 、あ、ファイボ来た。ファイボ打っと、ただこれ使ってくれたら今度は、おお、はい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 、ちょっとチャンスですね。で、ひたすらロイジェの守りだけ頑張ってきます。なるほどね。もうここで守るぞと、はい、ここマジでもここ守んないと負けちゃうんで。頑張れ、ファイブ、よっしゃ、ファイブ使った、すげえ。これもうピンチはチャンスですから、やばい。これで逆サイ今度はご褒美クエイクです。これおー来た。で、しっかりと右のロイジェだけはもう一生入れないぞ。ただちょっとこれはしゃしゃっちゃったかもしれない。ハンターが結構前目に行っちゃったんで、はいはい、あー、それって防衛のね、タゲ取りながらタイブレーカーで勝ちたいですね。いやー、すごいね。いけるか。おー、ギリ？おー、おー、すごい！危ない。きたー！オッケーっす。勝った！今のは一応ね、こう呪文ダメージも計算しつつ、いや、やばい、はい、一応この最後、タイブレークに持ってくのすごい。はい、こういう感じの、無理ですよ先生。これが高回転です。相手これウッドが12レベルだったんで、あ、なるほど、ね、13だったらちょっと負けた試合内容ですけど、うん、一応このデッキ、このライフデッキロイジェちょっときついんですよね。きついよね。理由はもうトリトンがえぐくて、ウッドでスケルトン飛ばせるし、うんうんうん、LSP でスケルトンも飛ばせるんで、うんうん、デリバリーじゃないとそのロイジェの前の蓋ができないんですね。なるほどね。なんちょっと振り対面なんですけど、うん、一応あんな感じで高回転ではい、はい、ファイアボール使わせたいとか、あ、ただこれはねちょっと難しいんで、むずいよね今、まあ、ただちょっと使えるようになると、うん、こんな感じの相手にも勝てますよ。やばすぎでしょ、はい、一応部分ですね、このデッキの魅力を。いやー、はい、今もう2本の中に魅力詰まりまくりだったけど。いい感じでしたね。やばかった、ね、こんなデッキ強いんですよ。いや強いのはわかるけどさ、だからこう言い換えると、うん、誰でも使える強いデッキってよりかは、うんうんうん、知識を持って使えばいろんなデッキに勝てる強いデッキ、はい、確かに、はい、可能性を感じるね。深みの上に強いみたいな。あ、はい、いいね。ぜひねこれは江口さんに習得していただきたいので。いや
じゃあ行っていただきましょう。勝つまでやってもらいますよ。やばい、はい、じゃあちょっと行きます。はい、お願いします。2周目意識、高回転の強み。はい、まあ、基本的にはハンター2周しとけば、うん、まあ、間違いないです。よろしく。まずね、はい、やっぱり真ん中スケルトンでね、まあ、ショテルホグも人によるんですけども出しちゃってもいいんで。あ、なるほどね、はい、もうよ、なんか挨拶、挨拶ですね。簡単な挨拶言っておきましょう。いや、ちょっとあ、いいっすね。あ、はい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 、まあ、しっかり高回転でスケルトンとかデリバリー回ってるんで、うん、ここはいい感じに。あ、遅かったか、遅かったから、あ、遅かったね。お客さんもちょっと、もうちょっと遠くに行けたかな。おお、はい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 、ちょっとさあ、結構何してくれてんだまあ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 、とはいえ今回これ防衛ではデリバリーとスケールの方が強いですね。相手プリンスとミンペなんで。はいはい、そうね、スケをちゃんと、まあ、フリーズが入ってるんで、ファイブはなさそうなんで、うん、まあ、ルイホフが強いですね、攻めでは。なるほどね、おいおい、じゃあいい、なるほど。これは見せてください、男の守りを。いや、もうね、やってやるよ。ウッドもね、全然使っていいですかね、これ、はいはい、あ、いいっすね、素晴らしい。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。お、ここご褒美来た、いくんじゃねえの。いいっすね、いや、いい逆サイ、ほら、LSP も、お、いいっすね、5入った、添えちゃうよ。ただ、LSP があることで、はいはいはい、ダメージがちょっと入ると。入ります。しかも、朗報です、はい、ライトファイアボール使ったんで、はい、次の相手の攻め、こっちのハンターに何もできません。なるほど、はい、これも強いとこですね。ハンターが輝くと、輝きますね。なるほどね、フックショ、危ない、 あ、 いい守り、あああ、いい守りっすよ。わあ、ちょっとシャシャったな。いや、全然全然いいった。さあ、で、まあね、こっから高回転やっていくぜ。フリーズが怖い、怖いっすね。フリーズドライ、いくぞ、頑張れ、ほら、 LSP、 LSP 行ってくれ、 LSP 攻めましょう、行くよ、はい、お前、お前、お前、そんなところに隠し持っていたのか。いや、こいつマジ、あー、もう読まれとんな、読まれとんな。エグさん、これこの世で一番相性悪いっす。いや、うん、やばい、いや、ほんと。お、でも回転でロイフグいっちゃいましょう、これ。右、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 時間もやばいんで。オッケーオッケー、やっちゃうよ、うん、やっちゃうよ、行きましょう、行きましょう。ほら、あ、オッケー、オッケー、ほら、行け行け、アースクエイク、もっと削れよ、おい、あー、江口さん、もう一回です。やばい、これは、まあ、ちょっと相手の初見殺し、はいはいはい、部分も多かったんですけど、はい、デリバリーとスケルトンでやっぱしっかり最初のプリンスと見つけようぜ、ね、もうデリバリーはもう常にいつでも出せるように、こう、なるほど、もうあれ出てくる前に時間かかるんで、そうね、すぐデリバリー、すぐデリバリー、はい、デリバリーを意外とガンガンやっちゃっていいんだね。そうですね、あとなんか先ほどだと、うん、そのジャイ出してきて、まあフリーズ来るじゃないですか、はいはいはい、なんでこうそのタイミングでも逆サイドライフいっちゃうとか。なるほどね、はい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 、これ許容するのは、まあ、まあ大丈夫ですか。タワー入れてからデリバリーでもいいですね。ああ、はいはい、タワーダメージの方が、あと一応スケバレにはハンター出すのが一番。おおおい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 、やったな、やってますね、相手なめとんな、いい差し違え、はい、あ、いい防衛、しかも先ほど教えたスケルトンの位置、はい、ハンター行きましょう。あ、ハンター、意外とこれ痛い、守れるので、うんうん、はい、大丈夫です。ここら辺からセパレっすね、多分ファイアーボールの相手。いいっすね、いいセパレっす。ハンター、働いてくれ。あ、あ、そっちじゃなかった。いや、でも全然いいっす、全然いいっす。これ結果、右刺さるし、左も刺さるんで、おー、なるほど、ね。ファイアーボール持ち相手は、これ、ローリングウッドって、あ、もう大丈夫です。まあ、理想はボンバーっすね。あか、エゲスピスケとか。あー、LSP スケね、おしゃれね。ボンバーはね、バルキリー行きに使えるんで。そっかそっか、はい、そっか。で、今回相手コウモリ入ってるんで、うん、あの LSP 結構攻めで使った方が強いかもですね。なるほど、ね。あれはもうデリバリーで処理したいので、はい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 。
おい、潰して、はいはい、 OK です。いいボイス、デリバリーで潰して、素晴らしいです。ファイアボール使った、使った。ただ相手バルキリーいるんで、そっか、まだまだいるね。はい、 OKOK、 はいはいはい、よし、これなかなか激アツな試合になりそうですね。やばいね、まあ、バルキリーいるからな。よし、どうせ、おいしい、ここら辺に来るだろう。おお、いい、クイック。おい、あ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、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 おお、危ねえ、危ねえよ。分かってんだよ。おお、素晴らしい、これ。あ、耐えた。あ、やばいやばいやばい。ルーフスーパー行きましょう。ファイブ使いました、相手。あ、いい、スーパーしちゃった。でも大丈夫、スーパーしちゃった。まず1本。オッケーオッケー。クイックで。よし。はいはいはい。まあまあまあ。ダメギード取ってますから。ほら、LSP スケ。いけるんじゃないの？もう、おし、モサの受けです、それ。おっしゃ。LSP スケは。やばい。いいっすね、いいっすね。いい防衛っす。オッケーオッケーオッケー。でね、おーし、ファイブ使ったな。行きましょう。そして。あ、そっちね。いや、もう全然クエイクの削ぎもね、偉大ですから。あ、しかもいいスケ、めっちゃいいスケなんそれ。じゃあ、ウルフグ刺さりますからね。行って行ってくれ。おっしゃ。さあ、うん、まあ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 。まあまあ。もうここら辺はね。はい。もう1400ですか。ああ、まあつか。やってんな。おい。これ美味しいですね。ウッドも使った。エゲスピもいけちゃいますね、これ。ほら。ああ、なるほどね。はい。これで来るか。ああ、でも大丈夫です。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。素晴らしい。いいいいいい。いい。めっちゃ刺さってる。めっちゃ刺さってる。いいんじゃないの？これ。これもうロイホグ打ってクエイク打ってやばい、呪文圏内も視野に入れていきましょう。あ、呪文圏内ね、はい、あ、いい感じ。おお、お、お、これはジャイジーしゃー、いいっすね。いやー、ちょっと待ってよ、今まで、はい、スケエレスピで、はい、ウォールブレイカー、ウォールブレイカー、はい、受けたことなかったんだでもなんかちょっと、あ、俺うまいかもみたいなそう、気持ちになれるね、はい、このね、結構ね、こう使えると、確かにな、あ、俺は PSR かなPSK YouTuber なろうかなみたいな。いや、なんか組み合わせ次第で、はい、守り方が結構何通りかあるから。そうなんですよ、本当にその楽しさあるかもね。そうです、今回はこれで受けて、はい、みたいな。多分これ本当に最初よし使ってみようって使うと、うん、意外とゴレにぐちゃぐちゃにされたりとか、地獄だよね。なんかロイ J の後ろのトリトン警戒しすぎて全ユニット出しちゃうみたいな、はい、あるんですよ、はい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 、でえみたいな、うん、なるんですけど、そのちょうどいい塩梅を覚えるとすごい上手くなりますし、うん、そのクラが上手くなるんですよ、このデッキ。あー、なるほどね。これが今度エゲジャイとかにも応用されて、なんか攻めるタイミングとか守るタイミングとか、はいはいはい、なんか2周目意識でじゃあインドラを2周回そうとか、なるほどな、なんかそういう感じの手札切る順番とか結構出たりするんですよ、はいはいはい、あー、なるほど。で、相手ファイアーボール使ってからロリフグセパとか、バルキリー言うからでもここどうしようとか、はい、エレスピでコウモリ行くかみたいな、あ、ぶっと切ったチャンスチャンスみたいな、はいはいはい、そういう相手の手札把握も結構できるデッキなんで、いや、クラロワを学ぶための、そうですね、本当にデッキといっても今シーズン上手くなりたい人におすすめです。うわー、先生、これはちょっと使っていきたいと思いますよ、はい、これぜひまたね、こう自主練していただいて、はい、じゃまた今度ね、ぜひお披露目してくださいよ。あ、もう、はい、もう仕上がったこのデッキをちょっと見せつけたいと思います、はい、これ強いんすよね。いいね、夢があるね。夢があります、はい、意外と難しいのもいいっすよね。そう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 、誰でもすぐできるじゃなくて、うん、やりがいがある、はい、うん。さあ、そんなところで今日はね、はい、じゃあこの新感覚のロイフグデッキ、はい、教えていったんですけども、はい、総括ちょっとお願いします。いや、本当にもうクラロワは、はい、もう人生ですねというとやっぱり何でも、うん、やっぱ挑戦して失敗して、うん、負けるんだけど負けから何を学ぶかって、はい、その上でやっぱり難しいデッキも、うん、やっぱ何度も何度もトライすればいつかは使えるようになると、ね、諦めない心とか、うん、大切だなって思うので人生と一緒やなって思いますね。俺が言おうとしてたことと全く一緒ですね。こんななめがきで申し訳ないぞ。いや、ありがとうございますさあ、ということでじゃあ、はい、今回の、ね、動画はここら辺で、次回はちょっと、はい、
せっかくなんで、はい、2人で戦ってみようと。やっちゃいますか、はい、2人の、ね、対戦企画も始まっていきます、はい、ということで、江口さんの、ね、ツイッター概要欄に貼っておきますので皆さんぜひチェックしてみてください、はい、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。おつるし、バイバイ、またね、バイバイ。